ビルドプレートから引き上がす作業はすごく簡単に行うことができますね。なんかね、ババアの皮下脂肪みたいな感じになっておりますけれども、で取れますんでね、はい、誰でも超高精度の戦艦ヤマトが作れるようになる、そんな時代が来たかもしれませんね。皆様ごきげんよう、宮間美佐野です。戦艦ヤマトは1941年12月16日に竣工した主砲46桟地砲9門を備えた言わずと知れた日本の巨大戦艦として知られておりますが、今回はこちらの戦艦ヤマトのデータを作って最新の 3D プリンターのエレゴーサタン4ウルトラで造形していくという動画になっております。以前も戦艦ヤマトを 3D プリンターで建造したっちゃしたんですけれども、あれからヤマトのデータを大幅にグレードアップいたしましたので、今回はまあフルでエッジングパーツを使ったような超高精度なヤマトをね、頑張って作っていこうと思いますので、興味がございます方は最後までのお付き合いをよろしくお願いいたします。あとはこちらにおりますおまんじゅうたちのぬいぐるみも残りの販売期間がわずかとなっておりますので、お迎えのご検討を何卒よろしくお願いいたします。それでは作ってまいりましょう。今回ヤマトのデータを最新交渉に基づいてグレードアップいたしましたが、防空式場の防弾板やレーダー射撃も一応可能だったヤマトの改良型の225電弾も再現しています。また94式降車装置の中も作りましたし、後部の副砲の付近にあったとされる空中線引き込み口も再現しています。こんなところにあったんですね。ここから当然 3D プリンター用にデータを最適化していかなければ完璧な造形は望めませんが、とりあえず現段階でどうプリントされるのかものは試しですので、この状態で 3D プリントを実行していきます。はい、こんな感じにプリントされました。意外といい感じにはいけてますね。意外といい感じにはいけてるんですけども、まあ、パッと見た感じは相当いい感じに出てるかなと思ったんですけれども、まあ、マクロレンズでね、改めて撮影していきますと、まあ、相当ね、まずこの後部のマストがね、しなしなになってしまっておりまして、あとはやっぱりこうやって機銃とかのね、パーツもあんまり造形されておりませんので、やっぱり細部はね、ガタガタな感じがしますね。これからね、修正をいろいろと加えていきます。データの修正ってすぐね、できると思うじゃないですか。全然できません。いろいろ試行錯誤をしていくとこんな感じになります。1隻、2隻、3隻、4隻、5隻、6隻、7隻のね、ヤマトがね、作られてしまいましたけれども、こちらね、全部ね、失敗品となっております。でもね、正直まだマシかなと思いますね。それではここからは試行錯誤編と参りましょう。ここからはデータの修正をしていきますが、機銃などの細かいパーツの太さを増やしていくという作業をひたすら行っていきます。修正前と修正後はこんな形になっています。だいぶ重心を太くしていきました。ぶっといですね。ヤマトの木甲板のディティールも増やしていきますので、ポリゴンを配置していきまして、溝を作っていきます。この溝の部分にエナメル塗料を流し込んで、リアル感をね、出していけたらと思っています。ここで切断していきますね。これで。はい。これでカットできましたね。あと大変なのが、どうパーツを分割するかですね。今回使用する 3D プリンターのエレゴーサタン4ウルトラでは横に 218mm の長さまでのプリントに対応しておりますが、700分の1サイズのフルファルヤマトは全長37センチくらいの大きさになりますので、分割が必要になってきます。まあ、パーツがたくさんあります。真ん中で切断しても大変ですので、うまい具合に3分割にすることにしました。データ完成形をね、ご覧いただきたいと思います。結構時間かかったね。中空はね、こんな感じになって、まあ、レジンをうまく節約しながらですね、この、サポートはですね、自分で、作っていきまして、ここのね、まあ、この8つのね、まあ、ダボというか、ジョイントというかな、ここ、こことね、つながるような感じでやっていきます。3分割もできてね、で、これが台座ね。こういう感じでね、作りました。はい。はい、3D プリントするためには、まだ作業工程があります。サポート材をつけて、プリントできる準備を整えていきます。戦艦ヤマトの場合は、船底の部分にサポート材をつけて、あとはなくても、まあ理論的にはね、プリントされるはずなので、この作業はさほど時間はかかりませんでしたね。また、エレゴーサタン4ウルトラでは、Wi-Fi によってデータの転送も可能でしたので、作業の負担が軽減されておりますね。レジンはいつものノバ 3D 社製の水洗いレジンと、高強靭水洗いレジンを使うことにしました。まあ本ちゃんではね、高強靭水洗いレジンを使っていきます。めちゃめちゃ臭いっていうわけではないですね。普通ぐらいかな。まあ、匂いもね、あんまり気にならないと思いますね。
エレゴーサターン4ウルトラはいろいろな新機能を搭載している機種になりますが、今のところ今まで使った機種の中では一番安定した造形ができている感じはしますね。作動音も非常に小さいのが特徴です。ただかなりかっこいいギミックのあるプラットフォームは隙間にレジンが入り込みやすいという欠点があるのと、純粋に持ちづらいですね。 UV カバーは開閉式ですので、その点は非常に素晴らしいんですけれども、カバーにプリントされているデカールが子供用の水鉄砲とかにプリントされてそうで、くっそダサいです。まあブサイクは数日見れば慣れると思いますので、その点は安心です。プリント時間は3時間とか4時間くらいと、デフォルトの設定としてはかなり早い感じです。ただ、初回のプリントには失敗してしまいました。通常の水洗いレジンでは露光時間は3秒、高強靭レジンでは露光時間は 3.5 秒くらい取らないとうまくいかないみたいですね。ちょっと文句が多くなってしまいましたが、サタン4ウルトラの性能はとても良好です。カメラがね、固定できるスペースがなくて、すごく見づらくて申し訳ないんですけれども、ビルドプレートから引き剥がす作業はとても素早く行うことができますね。ちょうどいい吸着だなというふうに思います。よいしょ、これで、すぐ行けた。残りのパーツもどんどんプリントしちゃいましょう。はい、すぐ行けました。よし。お、剥がしやすい。全部できた。はい、ノバ 3D の水洗いレジンは一瞬にして付着したレジンを落とせる優れものですが、ノバ 3D の高強靭水洗いレジンの場合はかなりべっとりとレジンが残る印象があります。どれくらい違いがあるか不明ですが、洗剤をつけて流水で洗っていくことにしました。水洗いレジンは水につけるだけで細かいパーツが膨張してしまう傾向にありますので、とにかく流水で汚れを落とすことをお勧めいたします。今回悩んだのは造形物の傾斜ですね。モデリング的にはモデルを平行にしてしまった方が造形する分には一番パーツを造形しやすいんですけれども、露光に負担がかかる箇所が多く、船体の部分に半分だけ硬化したドロドロのレジンが付着してしまうという問題が発生しました。これは水洗いレジン特有の問題なんですけれども、このドロドロと付着したレジンは流水で流すことが結構難しいですので、できれば発生させたくないところです。検証を重ねたところ、ヤマトの中央部のパーツは前方向に5度傾斜させれば良いことに気づきましたね。ただし5度傾斜させますと環境の窓のパーツが造形できませんでしたので、ここは小さなサポート材をつけることによって解決することにしました。はい、あと鉗子もね作ってますけども、なんかあの水洗いレジンではダメだね。通常の水洗いレジンだと結構こうボコボコのねよれが出てきちゃって、これ築60年のヤマトだな。なんかねババアの皮下脂肪みたいな感じになっておりますけれども、これはパーツの厚みがなさすぎたことが原因だと思います。ただ高強靭水洗いレジンではこの現象は発生しませんでしたので、やはり水洗い高強靭レジンの方が反りが少ない上に、名前の通りパーツを何回か落としても壊れることはありませんでしたので優秀だと思います。値段も安いので主力にしたいレジンですね。はい、でなんか台座がめちゃめちゃブリッジしてるんだよね。これただ反りは出るっちゃ出ますね。あと46三長もめちゃめちゃ反ってしまっておりましたね。ちょっとエッチかもね。もっと反りが少ないね水洗いレジンとかあったらいいんですけどね。詳しい方がおりましたら教えてください。マクロレンズで細部を見ていきましょう。こちらは即距儀になりますね。ちょっと手すりが細すぎましたけれども、精密感は相当出ていますね。いい感じです。電体や吸音式降車装置もしっかりと造形されているのがわかりますね。これが光造形 3D プリンターの実力なのです。しかしここからがある意味で一番問題かもしれません。果たしてこれらのパーツで組み立てることができるのでしょうか。やっていきましょう。で、サポート材はですね、こういう感じで、あっ、で、取れますんでね。はい。こういう感じで取れますんで、こういったね、部分ね、この、サメ肌になってますね。これ、サポート材がね、ね、この裏側の部分、この辺をね、処理していこうと思います。はい。これ、超音波カッターですね。超音波カッターにね、これ、いつものね、ヤスリをつけてます。こんでやっていきます。で、ここをちょっとね、まあ見えない部分なんでね、そんなにそこまで頑張らなくてはいいと思いますけどね。まあこれなんか手の方がいい気がしますね。あ、こっちの方が早いね。一部このやす
これなんだっけ、超音波カッターのヤスリでやっていきますね。まあ超音波カッターと通常のヤスリを使い分けるのがね一番いいと思うんですよね。持つとこないね。かなりね入り組んでんですよね。これあの完備方向ね。はい、では、次に組み立てを行います。組み立てはこれですね。これ船体同士の連結にはあらかじめプリントしたジョイントのようなものを使っていきます。でこれ穴ありますね。ここの穴に通していきます。ここが毎回鬼門というかね、一度も成功しておりません。果たして今回はどうなるか。あーここだ、血管だこれ。奥まで入りました。入りすぎた。あ、これはちょっとあんまり良い設計ではありませんでしたね。うわあ、ダメだ。やばい。入りませんね皆さん。ちょっとねこれ。さすがに8つのポイントで連結させるのはね結構無理がありましたので、最終版のデータでは、これらは修正してあります。どうしましょうかね。どうしようもないよね。連結する数を抑えてもう一度接着に挑戦したところ、とりあえずくっつきましたけれども、相変わらず隙間がまずいですね。パテで埋めるしかないね。あ、こっちは結構いいんじゃない。ほら結構先側もやられるっていうか、割とね反りがやばかったんで、なんとかするしかないね。反りが結構やばい。これはもうパテで埋めていくしかありませんね。パテで埋めた後は超音波カッター等で成形していきます。まあこの辺りの作業は 3D プリンターというかね、ひたすら地道な作業をね繰り広げていくだけになりますね。塗装はエアブラシで全体を塗っていきますが、 3D プリンターの造形物の特性上、細かいマスキングを行うことができませんので、細かい部分は筆塗りで行っていきます。その後はエナメル塗料で雰囲気を出していきまして、塗装は完了となります。途中で単層機銃が破壊されていたことに気づきましたけれども、これはね後でね移植することにします。はい、そんな感じでトラブルもありましたけれども、700分の1スケールのフルハルモデルの究極の戦艦ヤマトが完成いたしましたので、ご覧くださいませ。今回もエッチングパーツいらずの解像度を目指してヤマトを 3D プリンターで現像していきましたが、もちろんねプラモデルにかなわない点は多くあります。ただそれっぽい感じには仕上がってるかと思います。海戦では活躍することができなかったヤマトですけれども、やっぱり何回見ても戦艦のデザインとして完成されすぎている優美さも備えていますよね。そして今回の超高解像度フルハルヤマト、皆様の方でももちろん挑戦していただけます。今回は CG トレーダーで現段階で12ドルでご提供させていただいております。こちらのモデルは後でウォーターラインのモデルも追加する予定で、その時にまあ15ドルとか20ドルくらいに値上げするね予定となっておりますので、はい、お早めにお買い求めいただけますとお得にね活用していただけるのではないかなと思います。私のね何年間かの集大成になりますので、ぜひねよろしくお願いいたします。あと皆様にもう一点お願いがあります。私のお魔女たちのぬいぐるみが、あとですね残り30個くらいなんですけれども、売れ行きが止まっておりまして、このままですと、30匹をね引き取らなければいけなくなってしまいまして、まあ最悪ですね荒川に流すことになってしまう可能性が否定できませんので、とても可愛らしいお魔女に仕上がっておりますので、もしね人助けがしたいという方がおりましたら、こちらのぬいまんですね、ぜひねお迎えいただけますととても嬉しく思います。ぶっちゃけとダウンロードのモデルは売れなくていいので、こちらねぬいまんがね売れてくれないととても困ります。本日は久しぶりに 3D プリンターの動画でお届けいたしました。こういった分野に興味がございます方は我がチャンネル登録も何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様次の動画でお会いいたしましょう。さよならさよならさよなら、バイバーイ。